プレイヤーピアノはアメリカの作家カート・ボネガット・ジュニアによる1952年のディストピア・ SF 小説。ボネガットの作品としては最初に出版された長編小説である。発達した機械によって人間の仕事のほとんどが肩代わりされ、知能によって人間が階級化された近未来社会。イリアム製作所の所長ポール・プロデュースは偉大な父。 ジョージプロデュース博士の息子で将来を活望されているエリートだが時代の流れや自分の状況に言い知れない不安と不満を覚えている。かつての同僚でワシントンで働いていたエドワード・フィナティと再会したポールは酒場で出会った牧師ジェームズ・ラッシャーらと会話するうちに自分が社会体制への反抗心を持っていることに気がつく。ポールは古い農場を購入し、 現代文明から離れて生活したいと考えるが、妻アニータには理解されない。やがて、フィナティート・ラッシャーは、ポールを、反機械革命を企てる組織、幽霊シャツ等に引き込む。ポールは組織の代表に祭り上げられるが、警察の捜査によってポールは逮捕される。しかし、ポールの裁判が終わった時、市民たちは機械を無差別にぶち壊す暴動を起こす。ありがとうございます。